2周年ショックね。これはね、何かっていうとね、あのね、2周年ライブをするみたいなんで、まあ結構練習とかしてたんですよ。もうちょっといろいろありすぎて、マジであの時は一瞬、まあやめようとは思わなかったけど、いやもうそろそろ限界かここがみたいな選択肢はマジで正直頭をよぎったことはある。でもその後ミオシャたちとか、なんかあのシオンとかみんなが来てくれて、ことなくことを得るみたいな。今日はスマイルの2周年だー、わー、ということでおはようございます、あ間違えた、こんばんは、大空スバルです。ちょっとね、本当はね 3D の予定だったんだけどね、今日はちょっとお話をちょっとだけしたいなと思います。今日は2周年だからみんなとしたいことがあります。それはみんなとケーキを食べたい。この問題です。キョスバルはずっと家にいたんですけど、なぜか家にケーキがあります。なんででしょうか。おかんにもらった、ブブー、ママが買ってきてくれた、近い。正解はミオシャが買ってきてくれたでした。ミオシャ、スバル2周年おめでとう。やったー。すみません、ちょっと風邪ひいてるのでマスクをつけていますやったミオシャ、ありがとう。今日あの 3D の放送ができなくて、すごくなんか人生の中で一番落ち込んでるんじゃないかってぐらい落ち込んでいたのでいやなんか、いやなんかね、自分でもね、あそこまで落ち込むと思わなかった、うん、いや、やばかったよね。で、なんか心配したミオシャが、なんかディスコードくれて、なんか家行こうかって言ってくれて、でもスバル、ミオシャ風邪だからそんな無理させれないよ、ありがとねって言ったんだけど、ミオシャがすごく心配してくれたから、スバルもミオシャ来てって言ったら、ケーキ買ってきてくれたんだ。ごめん、本当にね、本当になんかね、みんな慰めてやってよ今日の日のためにさ、ミオシャスバル頑張ってたんだ。ミオシャありがとう、2周年おめでとう、もうちょい行ったら嬉しい、泣かないでよ、もうちょい行ってる、泣かないでよ。多分ホロライブに入って一番爆やみしてて、次の日とかなんかね、髪をずっと破ってたんだよなんかもう本当にどうしていいかわからなすぎて、部屋の隅であの白い紙をなんかずっとビリビリ破ってて、もうね、とんでもねえ闇方してた。でも結局これもね、なんかね、まあ、メンバーもそうだけど、なんかスタッフさんとかも助けてくれてみたいな、もういろんなことがね、この時ぐちゃぐちゃだったんよ。で、まあスバルはすごい、もうリスナーのみんなが悲しむことを絶対にしたくない、蓋をかけたくないっていうスバル VS みたいなのがあって、うん、でもなんかもうすごかったね、この時は。でもその後、まあ3周年ライブの後ね、3周年ライブプレアですが無事終わって、まあ普通にみんなからの感想を読んで泣いたよねこのライブはなんかいろんなね、気持ち、思いのこもったライブで、これはね、もう今だから言うけど、もうね、絶対にもう見返してやるからなっていう気持ちとか、もう絶対に一番になってやるっていう気持ちとか、もう絶対にここで輝くとか、もういろんな、もう絶対にリスナーに悲しい思いをさせないとか、そういうね、もういろんな気持ちが集まって、でもうレッスンとかも朝から晩までずっとやっててみたいな、感想読んで泣いたよね、普通に。てかライブはなんなら毎年泣いてる自分の中で超えたいハードルっていうのが毎年あって、絶対妥協しないのね、なんか基本妥協しないんだけど、もうすげえ大変なんだけど、まあ、みんなからね感想もらってね、あの泣いたっていう、風呂場だったかな、風呂かどっかで泣いたわ。はい、 Thank you for watching! Please subscribe and push good button! Thank you for watching always!